はい、デジタル技術が可能にした超高齢化社会に適した患者がデステブリッジということで発表させていただきます。オンタロシーで開業します。神谷歯科クリニックの神浦です。まずピークという材料の特性ですけども、ピークっていうのはですね、スーパーエンジニアリングプラスチックっていって、プラスチックの中で最高性能、強度、耐熱性などに非常に優れているという材料になります。まあ、こういった特性を生かして、車や飛行機などに、安全性がより求められる、状況において使用されております。で最近はですね、ビッカース硬さですね、歯と、まあ、やや似ている、近似している、もしくは歯と硬すぎない材料として、こうやって使われていると。ね、対合に優しい、相手の歯を傷つけないということですね。これでありえますように、ジルコニアという一般的に今使われているセラミックの材料は、対合、相手の歯をちょっと削ってしまうと。自分自身は削られないんですけど、減らないですけど、対合を削ってしまうと。それに対してピークは、自分はちょっとやや削れますが、相手は削らないというね、対合に優しい、相手に優しいという材料になります。まあ、こういった特性を生かして、こういうですね、金属で非常にこう痛みがあったような患者に対して、こういうピークの材料を使ってですね、ショックを吸収して、こういう接着システムを使ってですね、しっかり歯と接着することにより、歯の痛みを取れたというようなことが、臨床では行われております。まあ、こういったですね、減らない、相手に優しいという材料を生かして、今当院で考えているのは男性が皮質骨骨ですね、あと歯の材質ですね、造形質と似ているということを生かして、この内管と外管というんですけども、このこういう内管ですね、これと外管、これがあの内管がジルコニア、ピークが外管、こっちがジルコニアでこっちがピークというような組み合わせで、非常に維持力が10年くらいずっと持続的に高い維持力は、維持力っていうのは外れないということですけど、それが維持できているということがありますので、これを今、といった今進めているということになります。臨床例になりますけど、こういった症例ですね、上にこういうね、全体的な固定性のブリッジで、下はインプラントしました。ただですね、6年ぐらい経ってきて、こうインプラント上のブリッジがこう外れてきました、ね、それで、これに、内管ですね、ジルコニアの内管を作成し、これジルコニアですね、それに上にピークの外管を作るといったことを計画いたしました。ジルコニア内科に対してこのピークの外観ですね、まあ、これは前肢部とかはですね、特にカットバックをして、ハイブリッドセラミックを盛り付けると蓄積するというような形になると思います。こうやって外観を作るとですね、これで維持力もね、十分、脱離しない程度の維持力は、適度な維持力が得られています。これで、外観とセラミックを盛り付けた状態になります。維持力の内観をセットしまして、外観をセットすると。
こういった形で、1、2、3、4、5、6、7かな。7本の、次第にもいわゆる患者仮説性のブリッジが装着されました。4年ぐらい経過しますが、ほぼ、体毛もですね、削らず、自身もそんな大きく削れられることなく経過しているということが分かると思います。まあ、このようなですね、使い方は、こういうインプラントと天然歯が共存している状態でもですね、使うことができます。前歯部領域は耳鼻科の内科、臼歯部領域は舌の外科、ね、内科を使ってですね、こういうピークで作ります。まあ、こうね、この4本についてはインプラント、でこっちは天然歯というになります。こういう共存。まあ、これも、ピークの弾性を生かした状態ということになります。でこの処理もそうですね、インプラントしましたが、インプラントが1本ロストし、天然歯も3、4本ですね、なくなってしまったと。まあ、この3本かな。ロストした症例です。残念ながら5年後にこのような状態になりまして、固定性の補鉄物が機能しなかった形になります。まあ、この状態でも天然歯とインプラントにそれぞれ内管を入れてですね、こうやって内管を入れて、外管を製作するというふうになります。最近はですね、オーノ法といってですね、こういった顎骨を削除してフラットにしてですね、こういう固定性の接物を4本にインプラントさせるという治療法があります。まあ、これもですね、全く否定はしませんが、制度でですね、問題があるケースもありますし、まあ、元気なうちはいいですけど、手がね、しっかり動いているとか、そうじゃなくなると、なかなかそういう接続が難しくなるのが現実ではないかと。また介護する場合もなかなかこういうのをね、介護する方が磨くというのはこの辺りですね、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。現実的には、まあ、こういうねレジンっていうね、ちょっとこう汚れがつきやすい材料がありますので、それで汚れをつかなくするというのはちょっとなかなか難しい状況はあるとは思います。すべてはダメだとは言いませんが、なかなか難しいこともあると思います。まあ、これ上がオーロン法の症例ですね。まあ、こういった感じで、これはアメリカのね、実際の患者さんの症例、口の中ですね。それに対してピーク、ピーズブリッジはこうやって切れ、非常に歯肉の状態が切れであるということが、特筆できると思います。この味で非常に切れですね。ということで、このピーズブリッジですけど、インプラントは使用し希望しないけど、固定性の補鉄を希望するとか、適度な維持力が必要と。と混在するケースですね、インプラントと天然歯が。あと、オーロン法などによる多数歯歯や顎骨の削除は必要ないと。あと、補鉄の修理ができると。あと、良好な清掃性。介護する人も介護しやすいと。ということはありますし、まあ、こんなんですね。顎骨の切除を必要しないと。ということで驚きますけどね。ということで、まあ、オーロンと比較した場合でもですね、まあ、手術が不要だったり、最小限の手術だったりとか、あと、顎骨の削除も少なかったりと、ね、言ったこともあるので、非常にね、患者さんにとっては非常に、ね、体にとって優しい治療ではないかなと思います。ですね、こんな感じで、従来、患者が希望する手術はしたくないと、歯を残したいといったことに対して、この治療は非常に恩恵が